こんにちは、速稼塾の久保です。いや、吉谷さんにはね、かなわないところ多いですよね。まずはね、私10万本を動画ね、どっちが先に行くかっていう絶対かなわないレースに私は挑もうと思うんですよ。私もね、まだまだね、動画の本数、ね、吉谷さんに、まあ、全然届いてないんですよ。というのが、まあ、吉谷さんがアカウントバンされたっていう経験もあるでしょうけど、私もね、最初はチャンネルを分散してたわけなんですよ。その分散して他のところに突っ込んだチャンネルをもうちょっと統合できないというかね、その一人一人個人向けに作ったサイトがあって、その動画っていうのが結構ね、初心者向けだったりとか中級者向けだったり、濃いやつがね、初期の頃にいっぱいあるんですよね。で、この隠居 TV っていうのは隠居してから作り始めたんですよね。もちろんそれまでの動画もあったんですけども、隠居してからの動画本数は圧倒的に伸びていって、伸びたっていうのは数がね、動画投稿数が伸びていって、それからなんで、私の、その動画のね、スタートっていうのは、まあ、本格的に自分で意識して始めたのは5年ぐらいなんですよね。だからある意味その吉谷さんと同じぐらいのスタートなんですよ。ただ吉谷さんは途中で、アカウントが閉じられたのもあったのに、そこからまた一念発起してね、今1万6000本とか2万本に迫る勢いじゃないですか。今この時点で私の一般公開動画と吉谷さんの一般公開動画を競争したら、まあかなわないし、これ縮まらないと思うんですよ、このペースでやってったら。縮むにしても1日に1本縮まるかどうかみたいなねことだと思うんで、10本単位で縮まるってことはまあないと思うんですよ。でも10万本っていうゴールから見たら、1万本と1万6000本っていうのはまだレースになるかなってところなんで、10万本どっちに先が行くかなっていうのをね、心の中でちょっとね、意識させてもらいます。ね、私もね、負けず嫌いなんで勝ちたいと思いますけども、でも勝つために意味のない動画をたくさん作るみたいなことはやらないんで、自分の本当にね、届けたいメッセージを一つの動画にしていくみたいなことを、それはね、崩さないようにしていこうかと思います。まあ、ちょっと心の隅に入れておいていただければと思います。だからね、そんなね、吉谷さんにね、久保さんを目指すとかいうのはね、ちょっともう私も恐れ多いと言いますか、ありがたいなと思いながらですけどね。でも本当バランス的にはすごくよくって、私がね、今ね、そのビジネスをそんなにね、ガシガシする、その気持ちはあまりないんですよ。どちらかというと、なんとか塾っていうのがありますよね、情報商材。それに対して、なるべくお金をかけずに入りたいとか、いや、現実お金がなくて、もう10万とか無理だよみたいな人に、そういう人にも門を開きたいなと思ってるんですよ。もちろん、人には思い込みがありますから、無料では稼げない、有料じゃないとダメだっていう風な、そういうバイアスも込みでですよ。本来でしたら、無料の情報の方が有料の情報よりも優秀で多いわけなんですよ。で、どう考えても無料の情報の方が多いですからね。で、有料の情報の方がどちらかというとマニアック向けとか上級者向けになってくるんで、稼げない人が有料の情報を買っても本当に意味がないといえば意味がないんですよ。それこそ優等生が100万とか当たり前のように払う人がそういった情報商材って買うべきなんですけども、下手にね、やっぱり20万30万のその情報商材が溢れてるんで、売れ筋って言って、で、それは売れ筋でもあるけども外れ筋だとも思ってるんですよ。うん、それはやっぱりね、そこそこ腹がくくれて行動力がある人が情報商材っていうのを買わないと意味がないからなんですよね。ほとんどの人はそこまでできないですから、まあ、これがね、やっぱり共通の見解じゃないかなと思うんですよ。で、その中で私もね、優秀な人とは言いませんけども、とりあえず稼げるようになったよと、本当にこんな情報で稼げるんだっていうふうな体験をしていただくためには、今の速稼塾のこの販売方法っていうのはね、やって続けていこうかと思いますけども、でもね、反面ね、優秀な人には私のね、隠れた情報添えでね、バシッと売りますからね。やっぱり100万とは言いませんけどもね、45万から55万ぐらいのやつ、1泊2日みたいなのもね、こっそりとこの1年もやってきましたんで、1泊2日、2days で。すごいでしょ。すごいでしょっていうのも変ですけども、1泊2日のね、マインドを変えて、その一晩で、1泊2日でね、50個のサイトを作るみたいなね、そんなね、なんか100人組手みたいなこともやったりとかね、石段を、うさぎ跳びで上がるみたいな、そんなガチンコファイトクラブみたいなこともたまにやりますんでね、まあ、それに応募できるっていうか、それの募集をしているところを見かける人も少ないんですけどもね、だいたい速稼塾入ってなんか、自分の落ち着く先を見つけたら、そこを伸ばしていくって形で、でも月収100万っていうのはね、あんまり目指す人はいないですね。そう言ってみれば、素直に聞いても月収100万っていうよりも、まあ、副業で5万10万みたいな形でね、目指す人が多くって、そのぐらいだったらやっぱり持っていけるんで、5万10万とかは、で、そこで落ち着いちゃうんですよ、目的達成で。まあ、そういう方もいますんでね、そんな頑張りまくって一心不乱に毎月ね100万を目指す、そういう風な形じゃなくても、いや本当にね、3万円プラスになっただけでもすごく助かるんで、それでいいんですよって方は、そのコンフォートゾーンを与えてあげると。
で3万に慣れてきたら5万を目指すってことも何年かしたらねあるでしょうし、そのために私はずっとやってますしね、うん、だからどっちかって言ったら、うん、緩い感じですかね。まあ、その中でもたまにセンスのある人とか優等生みたいなのが現れたりとか、突然変異する人もいたりとかして、まあ高額なお付き合いですよねさせてもらって、まあ高額っていうのは私がねがっつり1泊2日とかかけるからなんですよ、その人のために。本当1泊2日がっつりかけて、その人にも1泊2日ね遠隔であっても対面であっても撮ってもらってね、うん、でやりますんでね、そういった隠し玉も結構あって、言ってみれば私はまあ羊みたいにのんびり暮らしてるんですけども、たまにはね自分自身をトレーニングする意味でも狼みたいなこともするわけですよ。売ってみてやらしてみてで結果出させてみてみたいな、もう思考をガーッと変えてマインドセットをガーッと変えてしまうようなそんなこともあるわけですよ。まあ、当然それは私の身柄が持っていかれるんで高いですけどもね、1泊2日で50万とかって高いと思うんですよ。1泊2日ででも私もね50万じゃ安いぐらいのことをやらせてもらいますし、なんせ今ね私今自由な時間なんでずっと自由なんですよ。その自由を50万で売るっていうのは私としては非常にですね安売りしてると思うんですよ。だって自由なんで、例えば今給料を月に30万でやってる人が1日で50万の報酬があると思ったら、これはねわあ美味しいみたいになると思いますけども、私はね報酬なくても大丈夫な世界に今いるんで、報酬がちょっと変な言い方ですけどね、隠居の世界にいますんで、そういうことお金のために自分の自由を売り渡すっていうフェーズはちょっと今ないんですよね。まあ、そのうちまたその気になったらやると思うんですけども、まあ熱くなっちゃって申し訳ないんですけども、いろいろと話しましたけども、吉谷さんと私のバランス本当にちょうどいいなっていうのを本当思います。吉谷さんが一生懸命売ってね、私もねこうすごいなと思いますよ。本当日々特に12月はすごいなと思います。今月の実績とかとてもじゃないと私かなわないと思います、売上の金額で言ったらね。ただやっぱり入塾する方が1人であろうとも10人であろうとも20人であろうとも、その人を預かるっていう意味で言ったらね、その重みはそんなに変わりないと思うんで、私はそういう気持ちでやらせてもらいます。人数が少ないから今月売れなかったみたいなことにはならなくて、あ、1人の人が私のところに来てくれたんだ、ありがたいな。まあ1人ってことはないんですけどね、やっぱり月間で数十人とかになってきますんで1人ってことはないんですけども、一人一人の重みは忘れないでいこうと思います。それはねもう金額ではなくて違うと、その金額に込めた思いかなっていうふうに今はそういうふうに感じてます。ただねやっぱり金額的に払える人の方が腹がくくれてるっていうのはその通りだと思いますんで、そういう意味でね高額商品を売れると思った人には持ちかけていくってこともこれからもますますやっていこうと思いますし、このね高額商品のコースっていうのは来年ねちょっとたまにセールしようかなと思うんですよ。今みたいに年に1回ゆるい速稼塾30年ローンを紹介するじゃなくて、毎月例えば1回ぐらい前代未聞の超プログラム、今までずっとシークレットで一部の方にしか提供しなかったものを出しますみたいな感じでね、まあどのぐらいの売れ行きがあるのかというよりも、どのぐらいの方がねこの私のスタイルを慣れた人が興味を持ってくれるのかってところにもねちょっと関心がありますし、まあ売上はゼロでも全く困らないんですけども、やる以上はゼロじゃ済まさないぞみたいな気持ちはありますけどね。そして高額商品を買っていただいた以上、きっちりとこの高額商品がねただ同然じゃんって言えるように、相対的にただみたいに思えるような結果も出していけると思いますしね。そうですね、考えてみればね10万20万の最初の出費を渋る人、50万100万が高いと思う人、一体いくら稼ぐつもりでビジネスの世界入ってくるでしょうね。100万の元が取れないつもりで来るんですかね。まあ、これはね本当思いますね。やり取りしながら気づくんですけども、はい、ということで今回はね吉谷さんのドリームアカデミア日本一やってみたいということなんで、私もその1億を担えるようにカリキュラムコンテンツこちらの方も磨き上げていきたいと思いますし、吉谷さんとのね対談ってものがもしねまた機会があるでしたら、ちょっとそのつもりで、私もね吉谷さんのドリームアカデミアの1億を担うものとしてね、家も1軒買って億っていう金額を一人で作って、麻雀屋の親父からこういう風な自由フリーランス隠居みたいな人生がね始まったと言えますんでね、これはちょっとねぶち込んでいきたいなと思います。久保哲郎シリーズね。まあイリュージョンって感じでございます。ありがとうございました。